兵庫県内で今日新たに27人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました県内の感染確認は合わせて1339人となります新たに感染が分かったのは10歳未満から90代の男女27人ですまた飛び込み男子で東京オリンピック代表に決まっている寺内健選手が 新型コロナウイルスの検査で陽性と判定されたと今日所属するミキハウスが発表しました寺内選手は先月24日の練習後にあった知人が30日に陽性判定が出たため濃厚接触者として31日に検査し今月1日に陽性が判明したということです寺内選手は過去5回オリンピックに出場していて 現在入院していいるものの軽症だととうことです兵庫県は感染が拡大している地域への不要不急の移動や大人数の会食を自粛するなど感染対策の徹底を呼びかけています。